皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアニメ鬼滅の刃柱稽古編第4話の視聴者の反応を紹介していくわよ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。励めよの言い方好き。現代だとそうは通じなさそうな言ってくれる優しさ。君、本当ならもう3回は死んでるよ。ひんやりと生ゴミを見るような目の時トークンたまりませんな。むいむい。厳しい時トーさん。始まったー、みんな腹筋がすごい。OP の無残のところファッションショーとか言ってる人いて増えた。無限、ついに最推しの無一郎見れる？え？最高すぎ？このオープニングいろいろ意味あって好き。柱のみんなが楽しく笑ってるの見ただけで泣きそうになる。提供、無限って無残と親方様のそれぞれの思い語ってる感じする。君さえいなければがそれを語ってる。無一君かっこよすぎるな。無一郎、容赦ない特訓だね。確かに鬼は待ってくれない。炭治郎に会った瞬間表情が明るくなった。無一郎めっちゃいい笑顔だ。パーッと明るくなる無一郎くん。この笑顔を胸に明日の月曜日を乗り切ろうと思います。時藤くんスマイルの破壊力。声のトーンが全然違う。炭治郎にだけ態度が違いすぎる。炭治郎に対してだけは満面の笑み。無一郎くん、炭治郎に向ける笑顔が可愛いな。表情柔らかくなったね。釘宮さんのカラス再登場。ぐぐぐぐ。ものすごくいい笑顔で笑う。口が悪いな、このカラスは種を選ばない。くぐぅぅぅぅぅ、重篤な釘宮理恵姉様症候群患者。罵倒するクグボイスは心の癒し。この声は釘宮理恵、正しい使い方だ。無一郎の動きかっこいいな。炭治郎に大天の可愛い。炭治郎に優しい天使無一郎くん可愛すぎんか？炭治郎に甘々のムイムイが可愛い。時藤くん、炭治郎が来てくれてめちゃくちゃ嬉しそうなの可愛い。同じ春日井カラスにお前うるさいと言われるのくさ。金森さんここで網折りで登場、びっくりした。金森さんの出番、原作では最終回近くなのに再登場は予想外。無一郎、炭治郎には心開いてるのかな。そこに狙って紙飛行機を飛ばせるのがすごい。投げた紙飛行機が切れた？ぶつかった紙飛行機、バッサリ。紙飛行機真っ二つとぎ。またつまらぬものを切ってしまった。柱にはガンダム主演3人いる。どこへ行っても愛されすぎな炭治郎。そして、まさかの金森さんご出演。常駐するんだ。金森さん。切れ味抜群。いやはやじとうくん表情豊かになったねー。新しい日輪刀の切れ味すごい。おっ、金森さん登場という意外なオリジナルシーン。親方様が大好きな時藤くん。時藤くん、言葉遣いが丁寧になってる。時藤くん、紙飛行機作るの得意なんだっけか、こういうの入れてくれるのいいな。柱の屋敷についての親方様の許可の話は初めてじゃね？無一郎の言葉の切れ味もすごい。今日もほとんどアニメオリジナルだけで構成されている。掛け軸星雲秋月、心に汚れがなく、澄み通っているという意味のある言葉。そんな競馬みたいな。あんな笑顔を見せてくれるようになったんだね。無一郎が完全に心を開いている。でも無一郎、昔の 100% 死をモードに比べたら一般隊員に対してかなりマシになってるよな。炭治郎のフォロー良い。炭治郎が上着を着た。他の一般大使にかまどもん呼ばわりされるのか。炭治郎が名字で呼ばれるのって、忍以外では珍しいかも。もしかして時藤、うずいより甘い？ツンデレが過ぎる。むいくん、モブキャラクターくん可愛い。定期メイン級の有名声優さん担当されてそう。炭治郎、なんで裸なのって思っていたけど、大服着た。よかった。あれでも優しい物言いになった方だけど。稽古軽くしてって、モブたちの階級は？14歳の子にしごかれダメ出しされる。正論な分、余計に心えぐられるやつ。こんなにアニオリ満載で DVD 全部買っちゃうぞ。気持ち悪いよ。集合体が過ぎる。集合体恐怖症になるで。うへえ、これ全部目玉か。うわぁ、キモ。集合体恐怖症の人への配慮ないんか。おっかないわねぇ。集合体恐怖症の Y、無事死亡。しキモ。アニオリやばいな、良い意味で。大量目玉キモい。あの女鬼、目玉あったのか。時藤無一郎アイキャッチ。炭治郎にだけ向ける時藤くんの笑顔、キャップが。このアニオリにどのくらいは峠先生が関わられているのか、ご納得の上のものなのか、ご時世的にも気になっちゃう。柱稽古編はやっぱりアニメオリジナル多いね。相変わらずめっちゃアニオリ入れてくるから目が離せない。キモいキモいキモい、こんなにいたの？無視やん。ムイムイの家に金森さん常駐してるなんて、聞いてない私聞いてないぞ。美は女の目玉たち気持ち悪いなぁ。泣き目先生良すぎて良すぎる。無一郎くんが結構マイルドになったことを炭治郎だけは知っている。これ以上物言いが優しくなったら、もうそれは無一郎くんじゃないからな。今日もアニオリ満載だな。集合体恐怖症の人は無理だろ汗。これが本当の柱稽古か。この二人、ずっと戦ってたのか、しかも互角。この二人の戦いが見れるんだ。柱同士の稽古。柱は本当にずっと修行してる。互角か。柱が柱稽古してる。
鈴賢さんの具合はいかがだろうか。お大事にしてほしい。どれだけ豪華な網織なのでしょう。3人で稽古ですか。はあはあ、良い動きだ。そこに混じってたの品津川さん、イグロさん、アーソーボー、さすが霞柱。ここガンダム関係者。柱は柱同士じゃないと稽古にならんだろうしな。柱フィジカルお化けすぎる。柱同士が仲良しでなんだろう、泣きそうだ。柱同士で柱稽古。霞の呼吸のエフェクト好き。オリジナル展開モリモリだな。無一郎くんまだ全然子供なんだけど、誰よりも努力を惜しまないんだよね。柱になってからも。柱対柱のアニメ見れるの合成っすねー。新トイザークと三日月の稽古。いや神社壊さないでー。蛇風 VS キリカ、そして釘宮カラスうるせー。柱同士で戦い合う。確かにこっちが本当の柱稽古だな。キャー柱3人の稽古。ガンダム声優の会。夜は柱同士で実戦形式の稽古。この3人が稽古とは兄よりすごい。アンチ炭治郎組。炭治郎が来たよ。みんないつ寝てるの。睡眠はちゃんと取っておくれよ。楽しそうだな。風 VS ヘビ VS カスミ、めっちゃ楽しそう。木刀なんだぜこれ。この柱たち、全員ガンダム乗ってるな。何この贅沢な戦い。柱同士の戦い最高すぎる。ありがとうございます。感謝。イグロ様が大好きで大好きで、かっこいいです。トキトウくんのにっこりよきかな。え、待って、昼稽古で夜は実戦練習って、柱いつ寝てるの。昼ワンオペ稽古の後に、夜ガチ柱稽古。汗。どんな戦いでも動きを止めたらやられる。真剣で稽古してみようか。緊張感が足りない。真剣で。真剣で訓練。真剣はさすがに怖い。木刀じゃなくて刀でやれと。パワハラ稽古。切れ味抜群のガチ刀。はい、死んだ。めっちゃ震えてる。と思ったら戦わなかった。大丈夫、相手は柱だ。全力で切ってもちゃんと避けてくれる。真剣での稽古は実弾演習に等しい。そういや、大使同士の戦い禁止だから対人経験ないんだ。モブ大使だし。パニック起こすわ。困難。木刀と真剣じゃ違いますものねー。鬼に真剣向けるのと人に真剣向けるのは違うからな。褒められた。普通に考えて、柱をくん付けで呼べる炭治郎めちゃくちゃすごいよな。柱同士の兄折りシーン多いにあり。トキトウくんセクシーショットだ。無一郎めっちゃ筋肉あるんやな。柱の体はあざだらけ。あざものとは違うぞ。良い感じだな。補完モブの関係性がないとこの先の重さが違う。一般大使もいいやつばっかりなのよ。鬼相手になると死ぬか生きるかだもんな。相手の強さを見極められなかったサイコロステーキ先輩への当てつけシーン。長生きしてほしい。戦うためではない、生きるための訓練。気づいてムイ君の気持ち。できれば長生きしてほしい。これはアザが出たからこそさらに言えたことなんだろうな。ムイ一郎も元々の優しさを思い出したんや。3日くらい進んだ。ムイ君 VS 炭治郎来たー。炭治郎に対しては出れすぎやろ。かわいい、好きかわいい。おい、無一郎、他の大使びっくりやろ。無一郎、他の人にもこれくらい。出たよ、炭治郎全皇帝ボット。表情豊かな時遠くん良すぎるな。次の柱のところに行っていいよ。無一郎、今の表情反則。ニッコニコや、かわいい。温度差。時遠くん、ほんと炭治郎のこと大好きねー。もうさー、ダメだよ、にやけすぎる。無一郎くん罪な男の子。炭治郎の卒業が早すぎる。頬は絡めるのうほっかん。無一郎くん、炭治郎との稽古、楽しそうね。米印原作だと来た次のページでクリアしてる。扱い天地の差ありすぎる。ひえ、炭治郎ひいきがすごい。また兄折りで炭治郎が変なこと言い出した。無一くんのコロコロ変わる表情にキュンキュンしてる。炭治郎との戦闘力の差もすごいからね。また競争すんのかい。このデフォルメ顔の二人かわいいな。また炭治郎のトンチキ勝負が始まった。炭治郎にはすごい優しいムイムイが可愛い。ムイチロウくんの紙飛行機が得意なのはファンブックのネタだね。いきなり紙飛行機って炭治郎。紙飛行機飛ばし対決可愛い。ムイチロウくんの趣味、紙飛行機なの？紙飛行機って1909年にはあったらしいんだ。紙飛行機に自信があるときトウくん。炭治郎にはまあまあなときトウくんほんと好き。モブに好かれる男。プレバンあたりで発売されそうな紙飛行機元い折り紙。この調子で趣味だの付け加えられていくのかな。推しにもよろしくお願いします。炭治郎と無一郎くんの絡みは無限上編ではないから、網折りでこういう風に多くなるのは嬉しい。紙飛行機の折り方ちゃんと違うのこだわってるな。久々にヒーフーミーと数えてるアニメを見た。無一郎くんのドヤ顔かわいいな。この時代って紙飛行機なんてあったのかな。謎の紙飛行機大会が始まった。やはりアニメだけど、そうそう都合のいい展開にはならなかった。柱と炭治郎と一般大使のみんなとの絆が深まる。網折りが素晴らしすぎる。金森さんも紙飛行機参加してる。春日井カラスたち可愛すぎるだろ。あ、来週は小学生が紙飛行機飛ばしまくるだろ。キアナカスラな。あまたの思いよ、明日へと届け。
この紙飛行機のように。このまま時間止まったらいいのにな。紙飛行機ガチ勢による家だな。義勇さん矢印そば早食い大会、無育ん矢印紙飛行機飛ばし大会、みつりちゃんは何の大会があるのかな。なんて平和ながなのだろう。不穏描写が嘘のようだ。ほんと平和なのはこの章までなのでな。今日の話数は原作何コマ分なんやろ。俺たちは一体何を見せられてるんだ。無一郎にも年相応の日常がほんの少しでもあってよかった。アニオリでこういう大使たちの幸せそうな姿を描いてくれるのいいよね。金庫うるさい、うるさい、うるさいって言いそうだな。飛ばした紙飛行機見てたらジーンときた。みんな、未来に繋いでくれ。原作知ってる勢からしたらこんなほのぼのシーン泣けるんよな。最終決戦のこと思ったらほんまに。飛んでけ紙飛行機煉獄さんのいる空へ。無一郎、多分もう自分に残された時間が短いと自覚してるよね。日常の描写が増えれば増えるほど無限上での戦い見るのがしんどくなるやつじゃん。最終決戦を漫画で見てたら、この紙飛行機のシーンが前振りになっててしんどい。これ、遠くまで飛べない紙飛行機が大使たちが長く生きてはいられないという暗喩だったりしたら辛いな。紙飛行機飛ばしほのぼのして無一郎くんがたくさんの人と関わってるの泣ける。もうこのまま平和に過ごしてほしい。鱗滝さんまで登場とは。アニオリムイくん可愛すぎて最高だった。今更だけどこの柱稽古ってかまど炭治郎による一風変わったセラピー編だったの。こら、もう終わった。早い、来週まで待てない。無一郎かける炭治郎はやっぱ絆が強くて良いな。なんか涙の回だった気がするわ。モブ大使に小安さんの息子おるやん。終わり？始まったばかりじゃねえ。もう終わったか。毎週同じこと言ってるけど、柱の柱稽古もアニオリだけど、無一郎くん VS イグロさんとかいう自分得でしかないペアで笑う。今回もアニオリ盛りだくさんで、最終決戦の時への伏線がしっかりされてるなぁと、他の大使たちや柱たちのエピソードが増える分最終決戦でどれだけ心折られるか恐ろしい。おいでませ。似た者同士、再び再会。甘露寺さん蜂の飼育してるんだ。ただの花沢かな。えらいハイカラなことしてるな。おやつにパンケーキ作るからー。バター？パンケーキ？はて？めっちゃ美味しそう。パンケーキ。スイーツパンパンケーキ矢印かわいい。無残線思うとほんと心が痛い。恋柱の柱稽古。いやらしいことしか思い浮かばない。無一郎からそんな積極的な発言あるとは、変わったなぁ。時藤くん鱗抱きさこんじ、声なし絵だけ。時藤くんの笑顔が、いよいよとうとみすら。厳しさの中から、時藤なりの思い。そして最後の炭治郎との決意。この回最高や。最後のみつりちゃん可愛すぎかよ。アニオリしっかり作られすぎてて先を考えると胸が苦しくなる。柱一人一話ずつやるんだな。ありがとうございます。無一郎くんいいアニオリだった。もっと炭治郎と友達やってる姿を見たかったよ。紙飛行機のシーン泣いてしまいました。誰も死なないでほしいな。パンパンパンケーキー。みつりちゃん可愛いね。次はみつりちゃん。みつりちゃん、ハイカラー。甘露寺さんがパン好きって、どう考えても中の人ネタじゃねえか。さすがパンは吸うものという名言を残しただけある。みつりちゃんターンまで来たら来週は、蜂蜜とパンケーキを用意しようかな。でもおはぎ食べたいんだ。そしたらサネミ様いらっしゃったし。男臭い柱稽古に、甘露寺さんのキャピキャピ明るい性格が眩しい。完全にパンケーキという現代のスイーツを先取りしてる甘露寺みつり。時藤くんは嵐が来ようが雷なろうが寝ていた。次回蜂蜜とバターたっぷりのパンケーキでアフタヌーンティー会。次回は原野？大正時代ベースだから紙飛行機とかパンケーキとかバターパンとか一応日本にあるんだ。すごいアニオリの手の込みようよ。時藤無一郎本当好きになってよかった。今日めちゃくちゃ幸せだった。昔そんな好きじゃなかったんだけど原画展以降めっちゃ好きでさ。時藤くんの大将こそこそ噂話泣かしてくるんじゃない。エンド提供画面。柱と推しの絡みでぶち上がりしたのでこういうのあと10にはやってほしい。無一郎は他柱との絡み原作でほぼなかったから嬉しい。待って。鬼送ってまでって絶対原野のことだよね。もう品津川兄弟来ちゃうの。待って、まだ心の準備が。今週の大将こそこそ噂話、ファンブックに載ってたマジのこそこそ噂話じゃん。今回の動画はここまでよ。これからも私たちの今期厳選アニメの視聴者の反応を紹介していくから、チャンネル登録して待っていてくれると嬉しいぜ。高評価とコメントも待っているわよ。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。